1996年、東京都葛飾区柴又の3丁目で、一人の女子大生が刃物で殺害された上、自宅を放火されるという事件が起きました。現在まで捜査が続けられているものの、未だに犯人は逮捕されていません。これからこの事件の詳細を見ていきます。どうも、ダークマターです。今回は、柴又上智大生放火殺人事件について解説していきます。それでは始めていきます。まず事件の被害者になったのは、小林純子さんという女性です。被害者の純子さんは事件当時21歳で、上智大学外国語学部英語学科の4年生でした。当時の週刊誌やテレビの報道によれば、純子さんはジャーナリストになることを夢見ており、世界中を回って現地から真実を発信したいと考えていたそうです。そのため、過去にはニュージーランドに留学経験があり、英語の勉強に励んでいました。しかし、本格的にジャーナリストを目指してアメリカに留学する2日前に事件に巻き込まれ、命を奪われてしまいました。なお、純子さんの生い立ちもネット上で注目を集めましたが、子供時代に関する情報はほとんど公開されていないそうです。事件が発生した1996年9月9日、朝から雨が降ったり止んだりを繰り返しており、昼過ぎからは激しい雨となっていました。15時過ぎ頃には視界が悪くなるほどの猛烈な雨が降っていましたが、父親は福島に出張中で、姉は仕事で不在だったため、自宅にいたのは純子さんと母親だけでした。30分後の15時50分頃に、純子さんはトイレに行くために自室を出て、母親のいる1階に降りてきました。母親は仕事に出かける準備をしていて、純子さんは母親に、こんなに雨が降っていても自転車で出かけるの、と話しかけています。そして、これが母親との最後の会話になりました。母親は仕事のために家を出ましたが、玄関に鍵はかけていきませんでした。その後、火事に気づいた隣人が16時39分に119番通報し、現場に駆けつけた消防車によって18時頃に火が消し止められましたが、家の内部は全焼しました。事件後の近所の人の証言では、16時15分頃は出火しておらず、16時35分頃に出火したものとみられています。純子さんの自宅は一部の床が抜け落ちるほど焼損しており、火が消し止められた後に消防隊員が2階に上がってみると、そこには粘着テープで縛られた彼女の遺体がありました。純子さんは、2階にある両親の寝室の父親の布団の上で横向きに倒れており、夏用の掛け布団を頭からかぶせられていました。そして、布団の両端は体の下に差し挟み込まれていたそうです。純子さんは、犯人に襲われた際に抵抗したとみられており、手にはその時にできたと思われる傷が複数残っていました。口と両手には粘着テープ、両足にはストッキングで唐毛結びにされて自由を奪われていましたが、純子さんの着衣に乱れはなく、性的な乱暴はされていなかったとみられています。また、遺体の首の右側にかけて、集中的に刃物で刺された跡が6箇所あり、出血多量で亡くなったとのことでした。純子さんの気管にはすすがついていたことから、犯人は彼女の殺害後に放火したと考えられます。仏壇にあったマッチを使ったとみられており、1階東側にあった6畳の和室の押し入れにマッチに火をつけて放り込み、さらに1階にあったパソコンにも火が放たれていました。なお、父親が普段使用していたスリッパが2階に揃えて置かれていたそうです。事件現場に残された遺留品は2つあり、1つは純子さんが拘束時に使用された布製のガムテープです。このガムテープは静岡県内にある工場で製造されたことまでは判明しましたが、全国に普及している一般的な商品のため、犯人を絞り込むようなことにはなりませんでした。もう一つの遺留品は、現場に残された犯人の血痕であり、犯人の血液型は A 型であることが判明しました。ただ、犯人が過去に DNA 型を取られるような事件を犯していれば照合もできたと思われますが、血痕だけでは犯人特定には至っていません。また、純子さんが犯人と争った形跡について、警察は以下のように説明しています。両手には刃物による傷が複数残されていた。これを防御痕と言い、つまり被害者はナイフで襲われた際、激しく抵抗したことがわかる。火は殺害後につけられ、被害者は下半身に火傷を負っていた。私が当時引っかかったのは、犯人はどうして被害者が横たわる2階6畳間から、最も離れた1階の和室に火を放ったかという点。証拠を消すための放火ならば、殺害現場に火をつけるはず、とのことです。証拠を隠滅したいのであれば、純子さんの遺体に直接火を放つのが最も合理的だと考えられます。しかし、犯人は1階に火を放ったり、父親のスリッパを2階に揃えて置いたりと、複
可解な行動をしています。もしかしたら、犯人は父親による犯行だと思わせたかった可能性もありますが、冷静な判断ができない状態だったのかもしれません。純子さんを殺害した犯人は未だに捕まっておらず、手がかりすらない状態が続いていますが、事件現場の状況などからいくつかの犯人像の説が2つほど上がっています。1つは、顔見知り犯人説です。純子さんが殺害されていた現場には、父親が使用していたスリッパが揃えられて残されていました。このことから、犯人は顔見知りの人間で、純子さんが家に招き入れたのではないか、とする説が出ています。また、当時純子さんの部屋には留学のために準備していたトラベラーズチェックや、十数万円の現金がありましたが、それはそのまま残されていたため、物取りの犯行の可能性は低いとのことです。もう一つは、ストーカー犯人説です。事件の10日前、純子さんは深夜午前0時頃に不審な男に後をつけられていることや、アメリカへと留学する2日前に殺害されていることなどから、犯人は彼女に一方的に好意を寄せていたストーカーではないか、とする説も囁かれています。警察も犯人はストーカーではないかと疑っており、この事件でストーカーという言葉が初めて捜査用語として使用されています。また、事件当日から数日前にかけて、純子さんの自宅付近では不審な男が何度も目撃されています。特に、事件発生の直前に道路に立ち、純子さんの家をじっと見つめていたという不審な男は、似顔絵や身長約160センチメートルで痩せ型、黄土色のレインコートに黒ズボン姿だったといった特徴が公開され、情報提供が求められています。この他にも、数日前に付近の住宅に男が入ろうとして追い返された、家の前でライターをいじっている怪しい男がいた、不審な男がふざけんな、ぶっ殺すぞ、などと叫びながら軍歌を歌って自転車で走り去ったりといった不審者情報が数多く上がっています。これらの不審者の目撃情報は、推定年齢が20代から60代までとかなり幅があり、これらが全て同一人物であるかどうかは微妙かもしれませんが、タイミングから考えてもこの不審者の中に犯人がいる可能性は十分に考えられます。また、純子さんを拘束するために使用したとみられる粘着テープには、複数の犬の毛がついており、犯人は複数の犬に囲まれて生活していたのではないかとの推測もされています。ただ、これだけの情報がありながら、未だ犯人の手がかりはつかめていません。純子さんが殺害された本事件の捜査は、現在も続けられているそうです。2020年8月、事件から24年ぶりに警察から、純子さんの遺品が遺族に返却されたことがニュースになっています。警察から返却された純子さんの遺品は、日米貿易摩擦など国際問題についてのレポートや、上智大学でのサークルの仲間たちからの寄せ書き、残されていたフィルムから現像された約400枚もの写真、高校時代にニュージーランドに留学した時の感想文などだったそうです。純子さんの両親や家族は、現在も犯人の逮捕のため、情報提供を求める活動を続けられているのだそうです。いかがでしたか？今回のまとめとして、1996年9月9日に粘着テープで縛られた純子さんの遺体が発見された。火は殺害後につけられたとみられている。顔見知り説やストーカー説があったが、未だに犯人は捕まっていない。現在も警察が捜索中である。今回は以上です。視聴者の方はどう思ったかコメントでご意見、ご感想をお待ちしております。そして、亡くなってしまった小林純子さんのご冥福をお祈りするとともに、犯人逮捕を願うばかりです。それではまた。